こんにちは、Fスタの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。今回ですね、クリード3ですね、見てきました。今回ね、クリードっていうシリーズがどういうシリーズなのかっていうのと、まあネタバレなしの感想を前半に話させていただきまして、後半にですね、ネタバレありでやっていきたいなと思います。クリードはですね、ロッキーの続編としてね、作られた作品でございまして、で、ロッキーがね、セコンドとして出てくると。で、クリード、主人公のクリードはですね、アポロ・クリードの息子であるというね、設定でやってるシリーズになります。はい。で、一作目、クリードですね。これむちゃくちゃ好きで、もう何回も見てる作品なんですけど、で、監督はライアン・クーグラーですね。はい。これがめちゃめちゃ、当たりまして、ブラックパンサーの監督に抜擢されるという流れになってます。で、2はね、ロッキー4のね、ドラゴの息子が出てくるというね、息子対決ってなってるというね、作品になってます。はい。これもね、ロッキー4でね、アポロが殺されちゃうんで、ドラゴに。っていうところでね、めちゃめちゃ因縁がある作品だというところでね、めちゃめちゃ熱い作品でございました。2もね、僕は好きです。やっぱラストのね、やっぱ立ち上がるシーン、もうロッキーに関してもそうなんですけど、立ち上がるシーンっていうのはね、めちゃめちゃ重要ですよね、このシリーズは。という感じのね、ボクシング映画になっております。さっきも言いましたけど、僕はね、クリードがね、めちゃめちゃ好きなんですよ。なんならね、僕ロッキーがもともと好きで、はい、ロッキー1と、あと3かな、意外と3が好きです、僕はね。ロッキーシリーズ全部見てます。で、クリードも全部見てますという感じでございますね。はい。もう本当にどうにもならないね、ボクサー、ロッキーがですね、もうなんだろう、一念発起してね、自分に勝つっていうね、そのストーリーがね、やっぱ本当に熱くて、だし、当時ね、全然売れなかったスタローン、それが脚本書いてるんですけど、スタローンの実人性とも、重なる部分がかなりあって、とてつもない、作品だなと僕は思ってまして、はい。で、一作目はもう本当別格で好きですね。オールタイムベストに上げるぐらい好きな作品ですね。ロッキー3はね、アポロとロッキー2人でね、バディモノみたいな感じになってて、そのね、なんか、そのイチャイチャしてる感じがね、結構好きなんですよ、僕は。はい。まあ、ロッキーシリーズがね、どういうシリーズかというと、まあ、熱いストーリーと、ボクシング、まあ、スポコン的なね、ところもあったりしながらも、どの映画もそうだと思うんですけど、根本はね、ラストのクライマックスに向けてずーっと貯めるんですよね、ロッキーシリーズは。で、最後の最後にしっかり試合を見せてくれて、で、もうダウンも取られながらもなんとか勝つっていうストーリー構成ですね。それがロッキーシリーズの持つ特徴だと思いますですね。で、今回どうだったかというところなんですけども、正直に言いますと、かなり、悲しいですね、僕は。クリード2の時にもちょっと思ったんですけど、やっぱりクリード1作目が良すぎて、それの面白かったところというか、その記憶を切り崩してる感じがあるというか、ただまあいいところもあります、もちろん。うん、ですね。はい。で、今回ね、主演のマイケル・B・ジョーダンがね、初めて監督をやりますというところでね、それも超期待したんですよね。はい。マイケル・B・ジョーダン、僕は、結構好きな俳優でして、まあ、クロニクルとかね、その辺から見てて、で、クリードもあったし、まあなんといってもキルモンガーですよね。ブラックパンサーの悪役です。キルモンガーがね、ものすごくいいキャラクターだったので、もうより好きになったという感じで、まあ本当に好きな俳優がね、監督をやって、しかも主演だというところでね、もうこれは期待せざるを得ないでしょうという感じなんですけど、ちょっと期待しすぎてしまったかもしれないですね、僕は。まあロッキーシリーズも、もともとね、後半の方になってくると、スタローンがね、自分で監督したりするようになってくるんで、その流れを組んでの、マイケル・B・ジョーダンがね、監督するっていう、流れになってたと思うんですけども、ちょっとな、本当にもったいないっていうか、なんだろうな、結構いろんな話題がね、未回収というか、その宙ぶらりんなまま終わってる部分が結構あったりして、で、まあ、今回の、悪役というか対戦相手ですね、これはデイムです。ジョナサン・メイジャーズがやってますね。いやー、この人はね、すごく良かったです。はい。体作りもね、めちゃめちゃ徹底してたし、なんでしょう、この18年間無所で暮らして、その間にずっと鬱憤鬱屈を溜め続けた男っていうね、この影のある感じがとても出てたと思います。ここは良かったですね。はい。まあ、試合のシーンに関してなんですけど、ラストのね、デイムとの戦いっていうところ、ここはですね、結構見どころあるんですけども、気になるところがやっぱりあるっていう感じで、
あもったいないなと思ったりしちゃいましたね。はい。クリード3見た方はね、コメントの方でお待ちしております。クリード3見てない人は、好きなね、ロッキーのシーンだったり、まあ、クリードのシーン、コメントで書いてくれたらね、嬉しいなと思います。だこっからはね、ネタバレでやっていきましょう。では冒頭ですね、回想シーンから始まっていきますね。デイムがね、車で迎えに来てっていうところから始まっていくんですけど、ね、その後にね、流れる、ギャングスタラップがね、流れるんですけど、いやー、ここがね、いやー、いい。てか、この和訳がね、すごいっす。はい。この和訳、本当に見事でしたね。ちゃんとラップとしてね、成立してるし、意味も伝わってくるしっていうね、この CD のね、和訳のブックレットに載ってても、いいぐらいのとてつもない和訳でした。しっかり韻踏んでた。これすごかったですね。アンゼ・タカシさんはね、マッドマックスも確か役やってたと思うんですけど、はい。本当に信頼できる、翻訳の人ですね。はい、素晴らしいです。で、アドニスがね、レオンか。殴ってて、そっから15年飛んで、試合のシーンにつながると。ここはうまいつなぎでしたね。で、うまくつながって、そっから試合の描写ですね。今回の試合どうやって見せんだっていうところなんですけど、ここはね、結構はっきり、スローモーションっていうところですね。ここははっきり入れてましたね。かなり漫画的なね、見せ方ですね。顔の寄りがあって、目線がいって、相手の弱点を見るっていう、小回り的な、カット割りになってましたね。ここは、今作の特徴というか、今作で初めて入ってきたね、やり方だったと思います。ここは良かったですね。で、まあ、防衛ね、無事成功して、現在になりますと。で、アドニスが引退しててね、ああ引退するんだと。はいはいはい。なるほどね。と。またね、家がでかくなってるっていうね。ああ、もうやっぱセレブになってくんだと。ロッキー4とも似たような、流れだったなと思いますね。で、ジムのオーナーになってるのかな？おそらく。だから2ですね。前作からかなり時間が経ってるっていう設定で。あ、じゃあ、ロッキーはもう、入院したりしてたから亡くなっちゃったのかなと思ったりしましたね。っていうのがあって、今作ね、ロッキーがね、一切出てこないです。はい。これは僕としては、まあ、ありだなと思いますね。クリードっていうね、題名がついてる以上ね、彼自身のね、ストーリーにしていく必要があると思うんで、ロッキーが全く出ないっていうのは、まあ、クリードもね、3作目なんで、もういよいよもうクリード自身の話にしていこうというね、舵切りは良かったなと思います。ただ、どうあがいても、ロッキーの続編であるっていうのは、大前提あると思うんですよね。っていうのを踏まえて、もうちょっと、なんでしょう、本人が出ないにしても、もうちょっと話の中で出てくる必要はあったのかなと思いましたね。で、娘が出てきますね。娘がね、今回耳が聞こえない設定になっているというところですね。ビアンカが耳が悪くなっていく病気だっていうところで、そこで遺伝してしまったんだなというのがここでなんとなく分かってくるって感じなんですけど、まあね、ここは結構、なんだろう、2から時間がかなり空いてるっていうのも、あって、なんだろう、いろいろね、苦労して、なんとか育ててきたし、めちゃめちゃ愛情を持ってね、育ててきたんだなっていうのが見えて、シュアを取り込んで、娘をね、そういう設定したってところは、僕はね、共感とか、好感は持てましたね。で、まあ、ある日ね、デイムがね、ジムにやってきますね。昔の親友であるというのが分かりまして、で、まあね、いろいろ交流を図りまして、で、家に呼びますね。で、そうすると、まあ、奥さんと、まあ、ちょいちょいね、話すようになるというところですね。奥さん、ビアンカとの共通点があるキャラクターになってて、これが面白かったですね。ビアンカはね、自分で曲を作って、今は、プロデューサーをやってますと。で、もともとはね、自分がシンガーソングライターでやっていきたかったんですけども、耳の病気がね、どんどん進行していってしまうので、夢を諦めたというか、シンガーになることを諦めた人っていうね、キャラクターになってます。で、デイムはですね、それまではね、結構、なんだろう、地域でね、結構強いというか、地域大会も優勝してるようなね、ボクシングの才能が、結構あるね、キャラクターになったんですけども、捕まってしまってね、18年無所で暮らしたことによって、チャンプを目指すっていうね、夢を持ってたキャラクターになりますね。ビアンカはね、夢を諦めて自分のできることを探してそっちで成功していると。まあ悩んだりする、苦しんだりするんだけども、幸せだよっていうね、ことになってるんですけども、デイムはですね、まだ夢に縛られてるんですよね。ライムスターの歌詞で似たようなところもあったんですけど、夢は呪いだっていうところですね。はい。呪われてる、ある種、夢っていう呪縛に囚われてるデイムっていうね、ところで、この、
かなり似てるキャラクターなんだけども、今現在ね全然違う心情の2人がアドニスの横にいるっていうね、このキャラクター設定がこのデイムをねこう改心させていく上で、必要なキャラクターになってたなと思いますね。でドラゴのね、なんか右腕かな、右の拳がねぶち抜かあのぶっ叩かれて試合できなくなるという感じで、でデイムとね試合組みますね、フェニックス。はい、でここのねデイムの入場シーンがね良かったっすね。この孤軍奮闘でね、たった一人で超アウェーの中歩き入ってくるっていうね、逆境しかない状況、この状況ね痺れますね。めちゃめちゃ熱かったです。で、デイムのね初めての試合になるんですけど、デイムのガードですよ、これ初めて見ましたね。こんな、なんだそのガードっていう、こう普通ねボクシングこうガードすると思うんですけど、デイムこうやってガードするんですよね。これがね、あ、と思って、こういうね、見たことない、ガードだし、結構ね、戦法もかなりダーティーというか、肩をね、個室に狙ってきたり、あと、エルボーでね、こう、頬を切ってきたりね、反則スレスレというか、もう反則なんですけど、それをやってね、戦ってくる。ちょっと、ボクシング全然詳しくないんで、あんま分かってないですけど、フットワークもね、あんま、クリードシリーズでは見たことないようなフットワークをしてて、結構トリッキーなね、キャラクターになってて、これは面白かったですね。武将で18年間独自に鍛えたんだろうなっていうのが分かるトリッキーさになってたなと思いますね。これは良かったです。キャラクターがすごく出てた戦術だったなと思いますね。で、その後にね、娘がね、ちょっと問題を起こしちゃうと。学校でね、自分の描いた絵を友達に破られちゃって、で、右ストレートをぶちかますんですけど、両親が呼ばれてね、先生と話すんですけど、自分を守るためにはやり返すべきなんじゃないか、みたいな話をしてね、あ、これはなるほどなと。アドニスがね、娘にボクシングを教えることによって、こう、正しくね、この自分の身を守る。と同時に、このボクシングと、喧嘩、暴力、との違いをこう見せる作品なのかなと。そうだ、デイムのね戦法が結構喧嘩ファイトだったんで、アドニスの、まあ、正統派なボクシングと喧嘩というか暴力が、スポーツと暴力が対決するっていうところもあって、なんかそういうね、ボクシングと暴力は違うんだよっていう、のを娘に教える作品になるのかなとここでは思ってましたね。はい。ただこの剣は全く回収されなかったですね。結局まあ教えるシーンはあるんですけど、はい、まあそれはそれで良かったし熱いんですけど、まあ教えるだけで終わってしまうというか、親の苦悩の一つでしかなくなってるというか、日常のワンシーンでしかなかったなと思いましたね。はい。でね、デイムがね裏でねいろいろ仕組んでね、自分のカードを、ね、決めさせて、でなんかまあ汚い方法を使ってでもチャンプになったと、なんか思ったよりいいやつじゃなかったっていうのがここで分かりますという感じで、でもうなんか浜辺で飲んでてねむちゃくちゃなんですよね。結構嫌なやつだったっていうね。で、もういよいよね、だこれはダメだと、こいつ倒さねばならんと。お母さんが手紙隠してたとかねいろいろあったけど、お母さん亡くなっちゃってね、手紙が出てきて読んでね、ビアンカに過去を告白するシーンもあったりして、で自分はね過去からもうずっと逃げてたし、お母さんに手紙隠されてたからもう逃がされてた部分もあるんだけども、やっぱり向き合わなきゃいけねえなという話になりまして、でまあ生放送出てね、生放送のシーンもねクソ熱かったんですけど、ライブ感はねすごく良かったですね。で、ついにね試合をするという流れになりまして、毎回恒例のトレーニングモンタージュが入りますね。今回のトレーニングモンタージュなんですけども、なんか結構ロッキー4をね彷彿とさせるシーンだったなぁと思いました。ロッキー4がね結構ドラゴがねロシアのね最新機器を使ってトレーニングしてて、で、ロッキーはねなんか結構山にこもってね山を走って頂上まで行ったりする感じで、結構対比があって面白いんですけど、今回もねまあ対比がある感じになってましたね。だしハリウッドのね山登って終わるしね、あ一緒やんと思って、今回はそのオマージュもありつつ良かったと思います。まあなんといってもドラゴのね息子が出てくる、ドラゴの息子がアドニスのためにね、一肌脱いでくれるっていうのが、熱かったですね。でいよいよですよ、クライマックス試合が始まりますと、まずねドジャースのスタジアムでやるっていうね、うわマジかっていうね、今の格闘技ってそんなに人集まるんだと思って、これはびっくりしましたけども、で、まあ、いよいよ試合が始まりますと、ついに始まりますよ。ロッキーシリーズ、クリードシリーズはですね、作品によってはなんか前半の
人間描写たるいなと思ったりするんですけども、最後のこの試合のためなんで全部、この試合が良ければもう何でもいいんですよ割と結構なんだろう、この最後の試合はかなりカットバックを使うんですよね。殴ってる人の顔が絶対に映るように捉えてる感じになってましたね。だから結構細かくてパンパンパンって行ったり来たりするんですけど、それって会話の取り方なんですよねっていうのを考えると、やっぱそのまあ文字通りね、拳を交えて会話してるシーンなんですね。ここまさにこのやり方、この編集はね、あ、これは納得できたなと思います。これは良かったですね。はい。で、第3ラウンドかな、ここで2人だけの描写になるんですよね。観客が全部消えて、セコンドも全部消えて、2人だけでリングにいるという感じになりまして、で、この心理描写ですね、もう2人だけの世界だと、2人だけの対話なんだというのが見えるんですけど、アドニスがね、追い詰められるとロープギアにね、鉄格子がバーンって出てくるんですけど、うわ、これはすごいなと。18年間の重みですね、嫉妬というかね、あの事件がなければ俺がチャンピオンになってたのに、なんでお前あんなことしたんだと、なんでお前手紙をしかとしたんだというのがめちゃめちゃ見えるワンシーンになってました。で、その後ね、アドニスが押していくんですけど、押してったらあのコーナーがね、あのなんかマットみたいになってるんですよね。こっちはアドニスのこれまでの軌道というか、まあぶっちゃけサラブレッドですよ、アポロの息子なんで。なんだけども、血に加えてもう半端じゃない努力、そしてロッキーによって鍛えられたっていうのがあるから、アポロを超えてね、ここまで強くなったんだっていうのがこれ見えるなと思いました。この心理描写すごく良かったですね。それに加えてね、ここまではあのステディーカムでね、あんま揺れないね、ヌルヌルした動きで見せてたんですけど、ここはね、ハンディでね、めちゃめちゃ荒々しく撮っててね、いや、これは臨場感すごいなというところがありました。このシーンはね、この映画本当にいいところ、めちゃめちゃ押せるところでありました。相打ちになって、このラウンド終わるんですけど、そしたらね、もうすごいラウンド進んでんですよね。ここはぶっちゃけじっくり見せてほしいんですよね、結構フルで見せてほしいところなんですけど、かなり端折っちゃったなという感じですね。徐々に殴られてね、ボロボロになっていく体、どんどんもう体力がもう限界になっていくっていうのをちゃんと見せてほしかったし、それをやるってなるとやっぱある程度もうちょっと時間をかけて見せないといけないと思うんですけど、結構飛ばしちゃったことによって感情移入が結構乗れなくなってしまうというか、結構そがれちゃったなという印象がありました。ここ本当にもったいないなと。映画全体の尺がね、あ、なんか短かったなって思うような尺だったんで、ここもっと見してよかったんじゃないかなとめちゃめちゃ思いましたね。まあ、ここが良ければ本当に全部納得するんですけど、ここがあんまうまくいってないと、どうしても首をかしげざるを得ないなと思っちゃいましたね。もったいないです、本当に。で、この後もね、まあ、スローのボディの描写とか、あったりして、結構ね、まあ、漫画的に面白いなと思ったりしながらもね、ダウンするんですけど、クリード2の時は一回ダウンさせられて、完全にそこ無音になってね、もうかなり緊張感があって、あそこはね、すごく良かったんですよ。てか、なんなら、当時クリード2見に行った時にね、あそこでもうダウンして、目が開いた瞬間ですよ。劇場から、あ、よしって声が聞こえてきて、面白っていう現象があったんですけど、でもそんぐらい乗れたんですよね、クリード2は。いや、なんですけど、今回はダウンして、カウント9まで行くんですけど、早くない立ち上がるのって思うぐらい、なんかあっさりしてたなと思いましたね。なんか別にそこは、心理描写っていうか、別に時間をねじ曲げていいと思うんですよね。なんですけど、まあその実尺に割と沿ってね、立ち上がったなという印象ですね。なんかもったいないというか、あれ、もう立ち上がっちゃったと思って、でそのままね、なんかこのクロスガードみたいなやつの間から、ストレート入って、KO で勝つという感じで、あ、なんか第3ラウンドのね、あの心理描写以降めちゃめちゃあっさり終わっちゃったなっていう印象ですね。あれ、もう終わりっていう、もっと見せてくれよって思っちゃいましたね、どうしても。まあそうかと思って、で試合が終わってね、相手のデイムのね、ロッカールームに行くんですけど、そうするとね、デイムがね、俺の教えた戦い方を超えたなみたいな言うんですけど、その前にもね、俺が教えた戦い方だなみたいなデイムが言うんですけど、アドニスに戦い方を教えたのロッキーじゃないって思うんですけど、これはどうなんですかね。いや、1作目でも、まあ2作目でも、
ロッキーがもう完全セコンドでついて、もうガチガチに鍛え直して、それでチャンピオンになったんじゃんっていう話だと思うんですけど、デイムが教えた戦い方って何って話なんですよね。教えたことが何も出てこない。だからそれがすごく気になりましたね。それセリフでもいいから、いや、俺はロッキーに教えられて、そのおかげで超えられたんだみたいなのがあればまだなんかわかるなと思うんですけど、それもなくて、あーなんかすごく納得できなかったですね、あそこは。だし、その前でもね、どっかでデイムがね、ロッキーとアポロの試合みたいに、俺にもチャンスくれよみたいな言うんですけど、そういうのもあるんですけど、それ以外もう本当にロッキーの描写がなくて、そこだけでロッキー使うんだったら他のところでももうちょっともう一言二言でもいいですよ。そこでもいいから、ロッキーの名前というか、ロッキーがいてだから今があるっていうのを見せてほしかったなと思うんですよね。ロッキーのことを忘れすぎじゃないかなっていう、さすがにそれはもうちょっとなんとかしてほしかったなと思いましたね。はい。まあ、ここまでは、まあでもマイケル B・ジョーダンが初めて監督してやった作品だし、しかもちゃんとね、めちゃめちゃ驚くような、描写があったから、まあでもそれだけでも良かったなと思ってたんですけども、エンドロールの後にクリード新時代とかいうね、なんかアニメがなんか挟まってて、何っていう、急になんか始まったなと思って、だから日本来てたのみたいなのがなんか妙に納得いっちゃって、まあサイバーパンクとボクシングを掛け合わせましたみたいなアニメになってて、クリード要素もないし、もうほんと名前が出てくるだけだし、ロッキーの要素もないし、うん、だから、もう本当にクリードの名前を借りてきただけのアニメがなんか流れて、むちゃくちゃ冷めちゃいましたね、あそこで。ネットフリックスの次こういうのやりますよっていうね、予告で出てきたら、別に、あ、面白そうだなと思いますけど、クリード見た後にこれが流れるのはめちゃくちゃ冷めますね。ここが本当に良くなかったなと思います。これはなんだろう、日本だけなんですかね。これが続いてるのはちょっとこれ本当いらなかったですね。なんかめちゃめちゃお金の匂いを感じちゃったというか、まあお金絡んでるのはまあビジネスでやってるもんだから当たり前なんですけど、さすがにお金の匂い見えすぎだなと。エグゼクティブプロデューサーにね、ライアン・クーグル入ってて、いやこれ OK したのみたいな感じがねめちゃめちゃありましたね。あれは本当に何なんですかね。しかもなんか予告なのかもよくわかんないし、あそこだけで完結してなかったけど、なんか何月何日どこで放送みたいなのもなかったし、これは本当に何なんですかっていう感じですね。ちょっと怒っちゃいましたね、久々に映画館で。本当に結構今年ね、指折りで楽しみにしてた作品だった分ね、結構残念だったなというか、悲しい気持ちで帰ってきましたという感じですね。はい。どうでしたかね、皆さんね。で、よければ高評価、チャンネル登録、コメントの方もお待ちしております。それじゃあまたお願いします。